レクサスは4月8日 LC500 レクサス LC500 の2021年モデルを米国で発表した。 LC500 の2021年モデルではレクサスファミリーの全ての車両と同様に最新のアップデートが施される。エンジニアは細部に磨きをかけ、ドライバーと車両の一体感をさらに強化するために2021年モデルに改良を行った。2021年モデルではさらなる軽量化に取り組んだ。従来型に対しておよそ 10kg の軽量化を果たす。軽量化はバネ・下重量の削減によって実現した。アルミ製のロアサスペンションアーム、中空デザインと新設計のサスペンションスタビライザー、新開発の高強度コイルスプリング、21インチリアホイールの改良によっておよそ 10kg の軽量化を実現している。バネ・下重量の削減に続いてレクサスのエンジニアはサスペンションのチューニングを見直した。路面への接地性を高め、滑らかでソフトなサスペンションストロークを追求している。レクサス LC500 の2021年モデル、北米仕様。フロントサスペンションの電子アブソーバーコントロールを再チューニングし、ストロークを長くした。バウンドストッパーの剛性を最適化することにより全体的なサスペンションストロークがよりスムーズになった。リアスタビライザーの剛性が高められ、フロントのターンイン機能を強化。さらにリニアなステアリング入力が得られるようになり、ドライバーはより路面とのコンタクト感が得られるという。2021年モデルでは中高速域での車両制御を向上させるために VSC にアクティブコーナリングアシスト ACA を追加している。このシステムはスポーツ走行時の G が大きい場合に横方向の加速度に応じて内輪にブレーキをかけることによりコーナリング中のコントロール性を高めている。 5.0L の自然吸気 V 型8気筒ガソリンエンジンは北米仕様の場合、最大出力 471hp、 最大トルク 55kgm を発生する。動力性能は0から 96kmh 加速が 4.4 秒だ。高速走行では 10.6kmL の燃費を可能にしている。 LC500 の2021年モデルでは10速 AT のダイレクトシフトのチューニングを変更した。日常の運転状況においてドライバーが 50から70% のスロットル開き度で走行する場合、各ギアが受け持つエンジン回転数の範囲を拡大し、シフトアップ時の加速フィールを引き上げた。これは V8 エンジンのパフォーマンスをさらに引き出すための改良だ。レクサス LC500 の2021年モデル、北米仕様。2021年モデルには2つのボディカラーが追加された。カドミウムオレンジとノリグリーンパールだ。ダークグラファイト仕上げの新デザインの20インチ単造アルミホイールも採用される。21年モデルのインテリアでは従来のリオハレッドに変えてフレアレッドレザーインテリアが設定された。ブラックレザーやトーストキャラメルレザーも選択できる。すべてのインテリアにはサテンメタリックの装飾が施される。ビスポークホワイトレザーの設定は終了した。2021年モデルには 10.3 インチの高解像度のマルチメディアディスプレイを標準装備した。オーディオや空調など様々なシステムに同時にアクセスできる。2021年モデルでは全車に Google の Android Auto が搭載される。
Android のユーザーは、スマートフォンやタブレット端末などのデバイスの画面を、車載のマルチメディアディスプレイに表示できる。Spotify や Pandora などのアプリを利用して、音楽を再生。ファックスアップなどの様々なアプリを使ってメッセージを送信できる。 Google マップスでナビゲーションし、 Google アシスタントを介して音声コマンドで操作が行える。さらに Android Auto はカレンダーや使用状況などに基づいてカスタマイズされた情報を乗員に提供することもできる。動物のリアル、リアニマル、飼いたいと思ってる方も